陸上自衛隊とアメリカ海兵隊での合同軍事演習で、ハイマースが訓練内容に盛り込まれているとの情報をキャッチしました。今回は、この日米合同軍事演習レゾリュートドラゴン22を詳しく見ていきますね。北海道や南西諸島の防衛力強化は急務。2022年10月1日から14日にかけての期間、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊を主軸とする合同での大規模軍事演習、レゾリュートドラゴン22が、北海道の複数の演習場を用いた実動訓練の形式で行われることが決まっている。今回のこのレゾリュートドラゴン22に参加する陸上自衛隊の構成としては、地元の北海道各所に駐屯する部隊が中心であり、名寄の第3即応機動連隊、岡玉の北部方面航空隊、北千歳の第1特化等の名が挙げられている。一方のアメリカ海兵隊はといえば、通常時には沖縄に配備されている部隊が参加し、普天間基地に駐屯する第1海兵航空団第36海兵航空群や、キャンプハンセンに駐屯する第3海兵師団第12海兵連隊等の部隊名が挙げられている。これは、日本の中でも、在日アメリカ軍の基地が集中して配置されている沖縄について、大規模な軍事演習を、あえて北海道で行うことで、その負担の軽減も考慮したものと説明されており、アメリカ軍は、他に、空軍や海軍も一部が参加する。今回のレゾリュートドラゴン22には、今も続くロシア・ウクライナ戦争において、西側諸国からウクライナ軍に供与されて、長射程と精緻な攻撃力で、主として、ロシア軍への兵站や拠点攻撃で効果を発揮している多連装ロケット砲も投入される。アメリカは、まさに、ウクライナへの供与で、その名を世界に知らしめた、装輪車両搭載型のハイマースを空軍の輸送機を使用して演習場所へと展開し、海兵隊が到着した同兵器を機動的に運用する実践的な演習を行うこととなる。対する陸上自衛隊側も、ロシア・ウクライナ戦争ではイギリスやドイツがウクライナへの提供を行っている多連装ロケット砲の MLR を配備しているため、この靴体式の車両搭載型の兵器を今回の演習に投入することが分かっている。ただし、陸上自衛隊での MLRS は当初用いられていたクラスター弾頭の使用が日本も批准した国際条約によって禁じられたことで、同兵器の最大の特徴とされた面での制圧能力が失われたため、徐々に退役が進められている状況ではある。レゾリュートドラゴン22は、昨年2021年から始まった合同軍事演習の第2回目にあたるが、それ以前の名称はノーザンワイパーであり、陸上自衛隊北部方面隊とアメリカ海兵隊とで行われていたそれを改定したものである。陸上自衛隊では、この変更により参加する部隊が北部方面隊に限定されることはなくなり、それによって、北を意味するノーザンの名称が改められると同時に、合同軍事演習で行う内容そのものについても位置づけが変化している。近年の陸上自衛隊では、従来からの陸海空という戦闘領域に止まらず、サイバー及び宇宙といった空間にまで対象を拡大し、かつ電磁波等の活用を含め各領域をまたいで、それらを横断する作戦遂行能力の獲得が目標となっている。また、アメリカ海兵隊で、ハイを遠征前進基地作戦と呼称される新たな軍事指針の確立を模索しており、これは海洋進出を強化する中国軍がアメリカ軍の接近阻止、領域拒否、A2AD を行うであろうことへの対応策といえるものだ。
アメリカ軍側は、中国軍が行い得る接近阻止、領域拒否、A2AD に対抗するため、あえて、中国軍の兵器の脅威が及ぶ領域内に、前進基地を設けて、そこを、海兵隊や海軍の前衛部隊の拠点として活用することを、EVO、遠征前進基地作戦と、定めている。この、EVO、遠征前進基地作戦の構想では、海兵隊が敵である、中国軍の防備の、手薄な1500メートル級の滑走路を備える当初に、航空機や小型の船舶を使用して、小規模に分散させた部隊を上陸させ、拠点とすることが想定されている。こうした初動の作戦が成功した後には、その確保された滑走路等において、F-35 ライトニング 2B 型等の短距離離陸、垂直着陸が可能な、戦闘機や各種の無人航空機を運用し、かつ、ヒマルス等も、そこに輸送機によって運び込むものだ。ヒマルスは、現在のロシア・ウクライナ戦争では、ウクライナ側からの再三の要望にもかかわらず、いたずらにロシアを刺激することを良しとせず供与されていないおよそ 300km もの射程距離を持つ地対地ミサイル、エイタムスクを運用する想定である。もともと地対攻撃用の砲弾ではある、エイタムスクだが、アメリカ軍では、対艦ミサイルとしての運用も、可能な改修を施しており、EVO、遠征前進基地作戦において確保した当初では、敵艦艇の排除用途にも、これが使用されることが想定されている。陸上自衛隊のホームページ上においては、昨年2021年に、東北と北海道の一部の演習地等で開催されたレゾリュートドラゴン21より、同隊の各領域を横断する作戦遂行能力と、アメリカ海兵隊 EVO、遠征前進基地作戦との連携を深めたと、表記している。加えて、陸上自衛隊は、これらの概念と連携とは未完成であることを認めつつ、レゾリュートドラゴン21等の実動訓練である、合同軍事演習を通して、日、地米ともに、作戦や戦術単位での、その実現に、無効た、貴重な体験の蓄積ができたとしている。日本の現在の課題が、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛力の強化にあることは、衆目の一致する点だと思えるが、その実現を担うための、実践的な場として、今年2022年10月のレゾリュートドラゴン22の内容にも注視していく必要があるだろう。南西諸島に関して、陸上自衛隊は、鹿児島の奄美大島に2019年、沖縄の宮古島に、2020年に、丸三式中距離地対空誘導弾や、一二式地対艦誘導弾を装備する部隊を配備し、仮想敵国である中国の、航空機や艦艇に対する防備を高める対策を行っている。さらに、同様の対応を、2023年を目標に、沖縄本島や石垣島にも行う予定となっており、こうした配備が、多くの当初に施されるのは、現行の、丸三式中距離地対空誘導弾はおよそ 50km。一二式地対艦誘導弾は、およそ 200km 弱と有効射距離が短いことも影響している。そのため、丸三式中距離地対空誘導弾、一二式地対誘導弾ともに、現在行われている改良型では、射程距離の延伸を盛り込んでいるとされているが、ことに、後者は、今後最大で、およそ 1500km ほどまでと、大幅な改善が予定されている。加えて、2023年には、与那国島には、電子戦部隊を新たに追加配備する計画が進められており、物理的な兵器の配備と並行して、電子戦による防備力の向上も期とされている状況といえ、最も台湾に近い島への対策も強化されつつある。こうした一連の南西諸島への防衛力の強化に関して、当然のことのように、日本国内の一部のマスメディアからは、
従来から繰り返されてきた日本が、これら島嶼部への軍備の増強を行うことで、それらの島々が標的とされるという理論が改陳されている。大平洋戦争において、沖縄が凄惨な地上戦の激戦地となったことに、異論を唱えるつもりは毛頭ないが、当時の兵器のレベルでは、これを占領するためには、アメリカ軍も上陸して攻撃を敢行するしか方策がなかったことと、今では状況が違うことは明白である。しかして、現在の最大の仮想敵国である中国は、大量の中距離弾道弾や巡航ミサイルを配備しており、その気になれば、日本の迎撃ミサイルなど、圧倒的に上回る、かつの飽和攻撃が可能で、最低限の迎撃手段もなしでどう対処すべきというのだろうか。確かに、沖縄では、日本政府の行う防衛方針に、異論を唱える知事再選を果たしているが、これとて民主主義が、政治体制として確立されている日本だから、こその状況であり、彼の仮想敵国には、そのような制度すら望むべくもない。